Impersonation。Impersonation。え、それがファーストでございます。本日ですね、水徳さんは三仏寺に参っております。水徳さんはですね、標高900メートルで、三仏寺は水徳さん、こちらに境内を持っていまして、古くは山全体を境内としていた山岳寺院でございます。まあ、有名なところだと日本遺産にもなっている、国の史跡指定を受けているね、水徳さんの投げ入れ堂と言われる場所がありまして、おそらくこの動画の冒頭にちょっと映しているかなと思うんですけど、中腹のね、標高470メートルにある投げ入れ堂と呼ばれる奥の院の建物なんですが、ね、垂直に切り立ったところに放り投げられたようにね、立っておりまして、絶壁のくぼみになんかハマってる感じなんですよね。一説によりますと、日本一危険な日本の史跡とかね、日本一危険な日本遺産だとか言われておりますので、ちょっと今日はね、いつになく緊張しておりまして、実は昨日からあまり寝られておりましてやってしまいました。2015年4月24日にですね、ここ水徳山と三朝温泉は文化庁が指定する日本遺産の第1号に認定されております。それだけね、この三朝町というところが、歴史深く、過去にも賑わいがあったと、今でもあんのかなということで、本日お参りに行ってまいります。あまりですね、両手を離して歩けるような場所が少ないそうなので、胸にね、アクションカメラつけて、ちょっと見づらい映像になっちゃうかもしれないんですけども、果たしてね、どのような映像になるか、あまり面白くないかもしれないですが、では、行ってまいります。鎖坂でございます。ただいまですね、文殊堂ですね、投げ入れ堂よりちょっと下の方にあるみたいなんですが、ちょっとね、岩にせり出したような感じで、いわゆる回り口っていうね、縁側があります。そして縁側の縁にはね、手すりがありません。足場はしっかりしますんでね、なんだかんだで、ね、おお、これだよ、この床板からこうですね。そして絶景と、こんな感じ、ナイアガラの滝かなんかでこういう風に自撮りしながら、ちょっとね、そうはなるまい、この縁に座ってね、ここにね、インスタ映えって結構されてる方がいらっしゃいますが、はい、こんな感じでインスタ映え、何これ、もうちょっと遠くから撮らないとダメってやつじゃないか、全然映えない、どうしよう、全く映えないのですが、こっちから撮ってもダメか、おお、こ、はい、どうだい、どうだい、私ね、高いところね、得意じゃないんですよ。インパーソネーション。観音堂じゃないです。地蔵堂でございます。時計回りでご参拝を。ちょっと行ってきます。御かかか、美三昧そわか。
サンスクリット語ですよね、これね。確か。オンカラカビサンマエンスワカ。オンカラカビサンマエンスワカ。見晴らしは、文殊堂の方がいいのかもしれないけど。高いなぁ。まあ当たり前だけど。参拝方法、合掌、一金付き合掌、OK。待って、いやこれ、何虫ですか？何蛇か分かりません。分かんないです、分かんない。いや、ここが農協堂で、これはね、重要文化財らしいんです、これも。うん、かなりありがたいお経が収められているそうでございます。ここが観音堂かな、胎内くぐりか。うん、これをくぐると、はい、生まれ変わりますということで。うわ、すごいね、しかし。この切り立ち方が。こんなとこに入ってんだよ。胎内くぐり。観音堂本尊十一面観世音菩薩正法五年というものかな、1648年、鳥取藩主池田光長により再建と。はい、では体内くぐります。暗くて何も映んねえんだな。すごいな、こうくぐると生まれ変わるか、真人間に生まれ変わるか。はい、もう妙にひんやりしてますね、ここは。はい、元結掛け堂。はい、投げ入れ堂でございます。おお、これか。投げ入れ堂でございます。とうとう着きましたね。中腹の標高470メートルにある投げ入れ堂でございます。はいはい、うん、こちら投げ入れ堂はね、まあくまで通称でございまして、うん、まあ奥の院の建物とですね、垂直に切り立った絶壁のくぼみに建てられた、まあ、他に類を見ない建造物でございまして、まあ、建築物かな、うん、まあ、国宝に指定されております。水戸さん自体もね、昭和9年1934年にですね、国の史跡及び名勝に指定されておりましてですね、いわゆる日本遺産っていうのが2015年に新しくできまして、それの第1号にね、またこちらも認定されているということでございますな。この投げ入れ堂、どうやって作られたかと申しますと、誰しもが多分疑問に思うと思うんです。縁の行者という方が、術者がいらっしゃったそうなんですけども、その方がなんと法力で、この堂をこの場所にね、投げ入れたということでございます。なんと、まあロマンが触れますね。ちょっと今の時代でもこれ作ろうと思ったりして、どうやって作ったらいいのかちょっとよくわかんないですね。これかなり間近なんです。これサイズとしては、あの文殊堂とかね、先ほどここに来るまでに、見ましたね、文殊堂とか地蔵堂とかにね、比べて、まあ、同じぐらいのサイズなのかな、思ったより小さいと。でもこれだけ下の方からも映像を撮りましたが、結構遠くから堂々とした佇まいがね、これ見えるんです。なんかね、ただならぬものを感じますよね。私、歩みが遅いものでございまして、撮影しながらこちらに参りまして、まあ約1時間半ぐらい、まあ、2時間弱かな、途中のね、文殊堂で、時間をかなり過ごしましたが、はい、それでも1時間半ぐらいで来られました。上りよりね、下りの方が危険だということでございまして、ちょっとこれから気を引き締めて帰ろうと思います。はい、ということでございまして、水戸さん
三仏寺のね、投げ入れ堂からお話しました。はい。伊勢原君、ホースでございます。失礼します。Impersonation